ヘレン・エリザベス・クラークはニュージーランドの元政治家。37代目ニュージーランド首相。1950年2月26日にオークランド郊外のワイカト・グンハーミルトンに誕生する。父は農夫で母は学校教師である。オークランド大学で政治学を学び修士号を取得。 1973年から1981年までオークランド大学講師を務めた。この間、1971年にニュージーランド労働党に入党している。1977年に当時大学院生だったピーター・デイビスと出会い5年間同棲した後、1981年に結婚した。デイビスとの間に怖いない。 1981年の議会総選挙に、労働党から出馬し初当選。住宅大臣権環境保全大臣、福祉証券保険大臣、労働大臣を歴任し、野党、労働党党首として活躍した。1999年11月の総選挙で、労働党は勝利し、ニュージーランド国民党より政権を奪回。第十七代ニュージーランド首相に就任し、三期。 連続して政権運営を担当した。選挙により選ばれた初の女性首相であり、ニュージーランドの女性首相としては、ニュージーランド国民党のジェニー・シップリーに次いで二人目である。2008年11月の総選挙で、ニュージーランド労働党は議席を減らし、ライバルのニュージーランド国民党に政権の座を明け渡すことになった。これを受けてクラークは党首を辞任することを表明し、 新党首にはフィルゴフが就任した。党首辞任後はニュージーランド労働党外務、報道官に就任した。2009年3月、半期分国際連合事務総長は国際連合開発計画総裁にクラークを指名。192カ国加盟の国際連合総会承認を経て、同年4月17日に国際連合開発計画発の女性総裁に就任。 2017年4月に退任。2010年2月に、オークランド大学より名誉法学博士号の学位を授与された。2017年11月、朝日大受賞受賞。同年11月には、薬物政作国際委員会メンバーに選出された。同年12月に、ワイカト大学名誉博士。首相就任後、2001年4月、2005年6月。 2008年5月に来日している。UNDP 総裁として2009年11月、2010年11月、2013年5月から6月に来日している。当時、総裁特別顧問として任命した、中日代表のゆげあきこと進行を深めた。曲日大受賞に、坂本つよ日,日志らイコール俳優の大村コンさん、小受賞から、 秋のク君時事通信2017年11月3日、ニュージーランドは伝統的には夫婦同性が主流ではあるが、法律的に別姓や結合性を選択することが可能である。2007年3月22日、アメリカ・ワシントン DC でブッシュ大統領と首脳会談を行ったが、安全保障においてクラーク首相がニュージーランドはいかなる事情があっても、 核兵器及び原子力技術を保有しないと述べたため、ブッシュ大統領がニュージーランドとアメリカとの自由貿易協定について難色を示した。ありがとうございます。